誰？ここは古川おばちゃんのお家よ。フィフィ、また修行を放り出して本ばかり読んで。あら、あなたは？まさか。失礼ですが、あなたは。ああ、やはり。ついにハジャブネ氏の悲願が果たされる時が来たのですね。またエルジュ様の話？あれっておとぎ話でしょう。おとぎ話のように聞かせてたけどね、あれは本当にあった話なの。この方こそ私たちが待ち望んでいた人。へえ、すごーい。もう、あの子は私の目、フィフィ、次の継承者にと考えておりますの。秘めた力は歴代ハジャブネ氏の中でもずば抜けているんですが、ただご覧の通り。なんでですかね。やる気が全然なくて、何でもすぐ無駄だって。せっかくハジャブネ氏の一族は、あなたのことを語り継ぎ、悠久の時の中で、その到着を心待ちにしていましたのに。そう、ずっとお待ちしておりました。この世に大いなる闇が生まれし時、一人の旅人が、ハジャブネの術を求め、我ら一族の前に現れる。その時が来るまで、絶対に、ハジャブネの術を絶やしてはいけない。フソエルジュより500年、ハジャブネ氏は代々その言いつけを守ってまいりました。そして今から数ヶ月前、東の海より大いなる闇、冥王の心臓が誕生する様をこの目で見たとき、確信したのです。あなた様を冥王の元まで運ぶハジャブネ氏に、私が選ばれたのだと。私はこれより冥王の心臓のあるランドン山脈山頂へ向かい、あなた様の到着を待っております。よくぞやってくれたの。お主の働きで、ハジャブネの術は無事継承され、あの物草だった古っかも見違えるような魔人間になったわい。ハジャブネで冥王の心臓へ行けるか、まずそれを確かめるのじゃ。さ、行くがよい。ランドン山脈の山頂で古っかがお主を待っておる。頼んだぞ。わしはお主の力を信じておるからな。それでは参りましょう。いかがです？なかなかモダンな趣でございましょう。あら、ずいぶんと不安げなご様子ですこと。でもこのスワンちゃんが最高のハジャブネだとすぐにお分かりに。
から何やっても無駄だっていつも言ってるのに。おとぎ話はおとぎ話、おとぎ話は現実でないから楽しいの。申し訳ございません。冥王の心臓の放つ邪悪な力が予想よりはるかに強くなっていたようです。あの波折船は私の全力でした。誠に申し訳ありませんが、私の作る波折船では冥王の心臓へたどり着けません。だから無駄なのよ。もう何やってもおとぎ話は現実と違うから素敵なのよ。所詮現実なんてこんなものよね。なんだとこのガキ。ヒューザさん、まあまあ。あれ、そういえばその本お気に入りなの？そのタイトル、昔の勇者の話？おとぎ話よ。そう、作り話。何にせよこうなったらフィーフィの修行を終わらせ、彼女に波折船を作ってもらうしか。あの子の才能は以前申した通りずば抜けています。何を隠そう、今でも私よりは上。でもあの様子じゃ修行をやる気なんぞ全くないんじゃないですか。なかなか見どころのあるポンコツ娘ですね。大丈夫じゃ、あの子も胸の内はそうホットじゃよ。あの子は信じておらんのじゃなく、信じさせてほしいだけなんじゃ。あと何か一押しだと思うんじゃがな。はあ、言ってることがよくわかんねえな。ところでお主、まだキーエンブレムを全部集めておらぬな。フィーフィのことは一旦わしらに任せて、お主らは来たるべき決戦に備え、さらに力をつけてくるがよかろう。その本、面白い？うん、まあまあね。バカみたいにご都合主義でお気軽に読めるわ。でも勇者っていろんな困難を超えるんでしょ？ご都合主義なのかな。最後には必ずうまくいくでしょ。そんな都合がいいことなんてあるわけないじゃない。小さい頃はワクワクしてた。フソエルジュと仲間たちとの友情に、それが起こした奇跡に熱くなった。自分もそうありたいと思った。でもね、全部作り話なの。望めば叶うなんて無理でしょ、常識的に考えて。術って冷静に合理的に組み立てるの。あるのは自分の能力と使いこなす技術。願いとか希望なんかじゃ何もできないの。それは願ったから、そうしたいから頑張って修行できるんじゃないかな。最後にはうまくいくじゃなくて、うまくいくように歯を食いしばってできるまでやったんじゃないかな。それでも、それでもできなかったら？できなかったらどうするの？無理よ、無理無理。歴代最強とか天才とか言われてるこの私が、もしできなかったらもうおしまいじゃない。
私はできると思うな。いい加減なこと言わないで。あなたに何ができるっていうの？じゃあこうしよう。私たちこれから五大陸の町全部のキーエンブレムを集めてくるわ。は？一つだけでももらうのが大変なものよ。だけどさ、私たちはそれをできるって信じてる。それを見せてあげる。無理に決まってる。無理っぽいよね。だからさ、できたら、できるのを見てて。できないのを見ててあげるわ。フィーフィなら修行どころか部屋の片付けもせずどこかに行ってしまいました。家にいるときは相変わらずゴロゴロして本を読んでいます。
朝飯前だ。わし好みにしてやるです。いい経験になったぜ。
強くなるなんて屈辱です。
っとごめんよ。おお、賢者マリーン様じゃ。邪魔だよ。ほら、この財布、あんたのだろ？もしかして気づいてないのかい？さっきの男はスリさ。あんたスリに会ったんだよ。見たところ、一人前の証を持ってるようだが、ずいぶん間抜けな一人前もいたもんだね。全財産が入ってるんだろう。気をつけな、おまぬけさ。来てくれたアロルド、急な呼び出しにもかかわらずこうして来てくれたこと感謝するぞ。すでに危機を呼んでいるかもしれぬが、今我が国は厄介な問題を抱えているのだ。はい、グロスナー王、噂は道中耳にいたしました。何でも強い者たちがいなくなるとか。この一月ほどの間に次々と強い者たちが姿を消しておるのじゃ。しかも全く突然にな。おや、客人かい？おお、マリーン殿、ゼラリム姫の病状。大丈夫だよ、ちゃんと解放に向かってる。紹介しよう、アロルド。こちらがあの癒しの術で名高い賢者マリーン殿だ。マリーン殿、アロルドとその婚約者のマイユさんだ。
ロルドはわしの命の恩人でな、強いだけでなく知恵も勇気もあるわしが一番頼りにしている男なのだ。へえ、しかも男前だね。婚約者が一緒じゃなかったら私がお近づきになりたいくらいだ。ロルドよ、無理を承知で頼みたい。行方不明者を探し出すためそなたの力を貸してくれるか。もちろんです、グロスナー王、そのために来たのです。感謝するぞ。状況は参謀のマグナスから聞いてくれ。アロルドさんがこの国を去ってしばらくしてからのことです。我が国の勇猛な兵士やパラディンの精鋭、そして他国より訪れた猛者たちが姿を消すようになったのです。最初に姿を消したのはグレン城へ我が国からの友好の品を届けたパラディンの輸送団なのですが、その探索に向かった者たちまでもが次々に姿を消すといったありさまでして。なるほど、わからないことばかりですが、とにかく情報を集めるところからやってみましょう。お願いします。じゃあ私はいつもの見回りに行くよ。弱い者を助けてやるのが私の生きがいだからね。おや、あんたは今の話聞いてたのかい？でも財布を抜き取られて気づかないようなおまぬけさんに解決できる問題じゃないよ。100万ゴールドかけたっていいね。あなたからは何か特別な力を感じるな。玉座の間にいたなら強い者たちが行方不明になるという話を聞いていただろう。俺は同じオーガとしてこの事件を何とか解決したい。お前も力を貸してくれないか。おお、そうか、それは助かる。お前はまだこの国に来たばかりか。だったら城下町などをゆっくり見てからで構わない。俺たちはこれから北のザマ放火台を拠点に捜索する。できればお前も後から来てくれ。
油断しちまったな。経験になったぜ。力がみなぎるぜ。くれたんですね。入れ違いにならなくてよかった。アロルドがいなくなってしまったんです。あの時。黒いもやがアロルドを包んで、私何もできなかった。せっかく手伝いに来てくださったのに、こんなことになってごめんなさい。私はグロスナー王にこのことを報告しに行かなくては。
を消したとは。グロスナー王に申し上げます。輸送団員のギザックが帰還いたしました。火急の報告があると申しております。おお、行方知れずの輸送団が帰ってきたのですか。申し訳ありません、グロスナー王。私たちはグレン城へ大変な品を届けてしまったようなのです。そのことなら気にせずともよい。すでにマリーン殿の働きで解決済みである。そうでしたか。よかった。偽造された王の指令書を見せて私たちを騙したあの女、奴はグレン城に偽の贈り物が届けられたのを見届けてから私たちを捕らえました。あの女、白いベールで顔を隠したあの女、正体はおそらく魔物です。私が捕らわれていた場所にはまだ仲間たちが閉じ込められています。グロスナー王よ、どうかお助けください。うん、イザックよ、よくぞ知らせてくれた。